よろしくご無沙汰しております。どうも、はい、今日の見どころは先生どこでしょうか。この番組、まずその僕がどうしても独自のようなところに目が行きますから、チラッと現れたなんか小さな怪物みたいな昆虫のような不思議なものがありましたね、あれよく、見てください。皆さんの中には目が非常に鋭い方もあると思う。瞬間的にね、何だったっていう、勘の働き方もあること、そういうのはアマチュアの方がいいんです。そういう方の、なんていうかお返事を見たいですね。私はあの小さいチャチャッと動いた、地上を張って、草やぶの中消えていったものは未だに分かりません。例えばそういうことですね。そういうところよく注目してください。分かりました、はい、なんか最近動物好きが増えてますからね、ありがたい仲間が増えてありがたいなと思いますよね、はい。ただ一方ではそのやたらに危険生物ばっかり入るのでね、困るんです。毒のあるやつとか、ね、毒のやつねとか、攻撃的なあるのかですね、はい、それでもいいから動物の知識が増えるのは私は大変望んでおりますけどもね。わかりました、はい、引き込もうってところです、はい、ありがとうございます、はい。私もユーマ研究家の先輩としては非常に心強いんです。先生がいらっしゃると、ね、私が知らないところもフォローしていただける。いえいえ、はい、今日もよろしくお願いします、はい、こちらこそどうぞよろしく。